香川県立志度高等学校は、香川県佐野基市志度に所在する公立の高等学校。県内で唯一、工業科と商業科が併設されている高等学校である。2002年に、市度庁が合併により佐野市となった。遠隔の年月日及び内容については、下記出典に基づいた。志度高校では、学期に一度に、生徒と保護者と教職員の代表者が集まり、校則の改正。 規制官は教育ビジョンの更新について話し合う学校会議が行われている。2008年11月に行われた学校会議において携帯電話の持ち込み許可について審議され、ある条件のもと2008年12月15日より施行された。ある条件とは校内では一切電源を切り、ストラップ等を含む携帯電話の一部が目につかない。 場所で各自保管しておくことである。教職員に携帯電話を使用しているのを見つかった場合には次の注意、指導が適用される。本節の出典は以下によった。携帯電話の校内持ち込みについて、香川県立指導高等学校、2012年5月19日閲覧。指導高校は昔から校則が厳しいことが有名である。 アルバイトは許可制で家庭の事情で平日アルバイトをすることもできるが制限事項が多い。その他、1993年頃にはスカートを短くする女子生徒が多発したため短くできないようにスカートにシールを貼り付けていたことがある。学校指定の制服を正しく着用しない場合は高速違反となり処罰される。男女とも緑色のブレザーである。 工業化設置により学校名が変わった時に制服が改定され現在のものになっている。ありがとうございます。